学び続ける会社にしていきたいと考えています。長期ゴールとして環境負荷ゼロを目指すもので、 Our AI Ethics Initiatives are fundamentally aligned。 突き詰めると企業の成長は多様な子の成長の総和であると。私は約11万人の社員で構成されるソニーグループを学び続ける会社にしていきたいと考えています。ソニーでは感動コンテンツを作る多くの製品サービスを提供しています。これらはクリエイターからの学びの蓄積により生まれたものです。こうしたクリエイターによる感動の創造を支えるキーデバイスがシーモスイメージセンサーです。この現実世界を捉えるシーモスイメージセンサーは現実から学ぶデバイスとも言えます。地球を感動コンテンツとして人々に届ける新事業にもこの技術が活かされています。私は AI もシーモスイメージセンサーと同様に現実から学ぶ技術と位置づけています。センシングと AI は ADAS などのモビリティの進化にも欠かせません。そしてモビリティの進化は健全な地球環境にもつながるものと考えています。このパーパスを推進する場でもある世界を持続可能なものにしていくためにも社員とともに学びを大切にし、長期視点で人、社会、地球へ貢献していきたいと思います。ソニーには多様な事業があり、事業ごとにサステナビリティに関する課題も異なります。グループ全体で重要となる課題を明確にした上で、各事業がそれぞれの特性を生かし関係する課題に取り組んでいます。サステナビリティへの取り組みを進めるにあたっては、自社の視点、そしてステークホルダーの視点でサステナビリティ課題を定期的にレビューし、アップデートしていくことが重要と考えています。グループとして最も重要なマテリアリティ項目を、気候変動、ダイバーシティ、イクイティ&インクルージョン、人権の尊重、サステナビリティに貢献する技術の4つとしました。企業の成長は多様な子の成長の総和であると考えています。先ほどの吉田の言葉でも触れた通り、企業が成長し続けるためには社員が意欲的に学び続け成長を実現することが不可欠です。ソニーでは創業来社員一人一人の考えや個性を尊重し、個の挑戦を支援しています。パーパスに共感し価値創造に取り組む多様な個の挑戦を支援していく上で、人材に対する理念についても分かりやすく再定義することが必要と考え、スペシャルユー、ダイバースソニーと整理しました。この言葉には異なる個性を持つ一人一人と多様な子を受け入れるソニーとがパーパスを中心に共に成長するというメッセージが込められています。 D&I の領域においても事業や地域、社会環境に応じた重点施策を実行しています。例えば北米に本社を置くエンターテインメント事業においては、社内外パートナーシップを通じてメンタリングやインターンシップなど早期育成や教育支援を活発に行っています。異なる事業の経営責任者と将来の期待人材との戦略的なつながりの創出のために、メンター・メンティーとしての関係性を構築することで、グループ内に蓄積されている豊富な経験値が次世代に継承され、新たな価値創造や人材育成につながることを目指しています。Our AI ethics initiatives are fundamentally aligned with Sony's value creation to create products and services at the intersection of entertainment and technology. We aim to enhance and expand human imagination and creativity rather than to replace it. 責任の象徴とも言えるのが、2010年に策定した長期環境計画、ロードトゥゼロです。これは長期ゴールとして環境負荷ゼロを目指すもので、気候変動、資源、化学物質、生物多様性の4つの視点で推進しています。
現在気候変動への対応が喫緊の課題となっていること、またこれまでの我々の実績も踏まえて、本年5月の経営方針説明会において温室効果ガス排出量ネットゼロの達成目標年を10年前倒しし2040年とすることを発表しました。またその一環で自社サイトで使用する電力を 100% 再エネとする RE100 の達成目標年も10年前倒ししました。この度ソニーのこの計画がサイエンスベースドターゲットイニシアティブ SBTI のネットゼロ目標の認定を取得しました。計画のポイントはバリューチェーン全体、すなわちスコープ1、2、3の合計で世界の気温上昇を 1.5 度 C に抑える排出経路に準拠したスピードで排出量を 90% 削減し、最終的に残る 10% 以内の排出量を炭素除去によりゼロとすることです。さてこれまでは責任の話をしてきましたが、ソニーは技術や事業で地球環境そのものの向上に寄与する貢献においてもご覧のような様々な取り組みを開始しています。本日の説明会へのフィードバックも含め、ステークホルダーの皆様との対話を継続し学び続けることによってサステナビリティへの取り組みをさらに進化させていきたいと考えております。